ジャズ喫茶バリエレーナのおいちゃんです。今日はですね、ヨーロッパジャズをお届けします。お待ちください。ベースから入りましたね。かっこいいですね。今日お届けするレコードはこちらになります。今日お届けするのはですね、ここにありますね、サヒブ・シハブ&デニッシュ・レジオ・ジャズ・グループ、サヒブ・シハブ、アメリカ人なんですけども、デンマークへ、これデンマークジャズなんですね。1966年ぐらいですかね、録音が、この人です。マルチソースですね。バリトンも吹きますし、フルートも、テナーもという人ですね。それで非常にこのレコードはですね、ヨーロッパジャズを代表する、何て言いますか、このオリジナル版が高いということでも有名ですけれども、こういったレコードを再発するレコード会社さんもすごいですね。オリジナル版はもう40万と言われてるレコードですね。これは違いますけど、もちろん、それでデンマークはですね、非常にジャズの盛んな、もう割とこういうハードバック的なサウンドが多いんですけれども、非常に優れたプレイヤーを輩出してますね。ここでも、アラン・ボッチンスキーとかですね。ベースはニールス・ペデルセンです。それとかテナーのベント・ゲーリックとかですね、それからピアノのベント・アクセンとかですね、そういった人たちがここには入ってます。非常に何かかっこいいと思いませんか？はい、そうですね、これ再発されてますので、探して、CD でもありますけれどもね。はい、今日お届けしているのは A 面に行く曲にある D だというサヒブが作った曲なんですけれども、他の曲もですね、非常にいいです。はい、お値段にたがわず中身もいいというレコードですね。はい、といったことで、今日はヨーロッパジャズ、デンマークの名盤ですね、サヒブ・シハブ&デニッシュ・レジオ・ジャズのリクをお届けしました。ジャズ記者バリエレーナのおーちゃんです。ジャズはいいよ。